いただきましてありがた御礼を申し上げます。落語であります。いやこっちから見てる方がおもろいでやけど。いやまあ行さんいたあるからね、それぞれやっぱり特徴のある顔をしてはりますが、なんか芸人が出てくるとどうも特に落語家っていうのは出てきたおもろい顔したなって客席からよう声がかかりますが、よっぽどこっちからのが楽しいような気が。まあしかしなんでありますですな、子供さんでももう昔に比べたらだいぶ違います。私らが小さい自分の子供というのは個性がれという感じでね、そら汚かったですな、もうボロボロでね、ボロは着てても心は錦木中が、私らのは体が見えてる部分の方が多かったからね、なんかこの辺にコブぶら下げて歩いてるような子供があって、鼻垂らしましてね、体毒で耳の後ろ切れてね、皆草っぱちでそら汚い子で、おい、とろこ遊ぼうかってこんな子ばっかり、こんな子ばっかりですな。それはもうこの頃はもう小学校入ったら鼻垂らしてる子なんて見かけへんからね、あれはやっぱり食べ物の関係ですかね、栄養の関係ですか、あんまり鼻垂らしてる子はよっぽどアホやない限り見かけませんが、うちの近所にはこういうの多いですがね。いやお前ですよ、それはもうすごいもんですがね、とにかくそういうことで子供さんがだんだん見切れになりますが、悪いのは昔も今も変わりはないんで、子供というのは悪いとされてますが、で赤ちゃんなんか見ますと、私らどっちか言うたら子供が好きな方ですからね、できるだけ褒めてあげようと思いますが、褒めやすい子供はええけど、中に褒めにくい子せがれあって、どこを褒めてやわからん子供が、色が白かったら電車なんかに乗りますという横手でお母さんがね、こうお乳出して赤ちゃん抱いてはると、なんかこうあやしてあげようかなとこうやっぱりね、なんか可愛らしいなとこうやっぱりなんか言うたろうかなとこう思いますでしょ。ほっと見て色が白かったら綺麗なお子さんですねで済むけど、まくる気の子供がたどんでっかって、ほんなアホな誰が電車の中でたどんだいて乳出すやつおらへんの。すごい今よう考えたらお母さんもあれ、あの赤ちゃん抱いておっぱい出したあるさか絵になってるけどね、あれ電車の中で赤ちゃんも何もおらへんのに、これだけ出して乗ってたそらあんたえらい人気や、その車両はね。いやお前 よそガラガラやのそこだけ前やってな、なんでこの車両だけダッシュですかなってなんか言ってなんかしてね、その代わり運転手気になって運転してられへんな、お前次はお乳ってほなほなって言ってられへん、みんな喜んで降りたいなんかしてね、よう見た牛乳やってなんかしてすごいもんですが、まあ子供さんは青い顔してヒーヒー言うてるよりかね、やはり風の子というわけで表で走り回って悪いぐらいの方がなんか、こせがれちゅう感じがしますが、かか羽織出せ。まあなんでね、羽織羽織って、あの羽織かってあんたの会所でこしらえておまへんやろ。いいえな、こないだおもやのご隠居さんが亡くならはった時に、わたいが三日三晩夜通しをお手伝いしてに、その時に片身分けにして持ってきた羽織やないか、持って帰ってわたいの着物にでもとおっしゃったけども、あんたに羽織の一枚もないのも格好が悪いと思ったさか、あんたにあげたやないか。それをたまに羽織ができたと思ったら、隣へ行くのにも羽織出せ、風呂行くさかい羽織出せ、この間ははばかり羽織着ていたやないか、格好のあること抜かすな、羽織出せ、どこ行きなんねん、どこも行くかい、天神さえ参んのんじゃ。まあさようか、いや決して止めしまへん、神参り止めたら止めたもんに罰が当たるちゅうさかいといな、その代わりうちのトラヤン連れてやんな、あれや、おい蚊にしてもあれこりてんねや、あいつはあんな悪い子せがれないであれ、おい、連れて行ったら道で何かい蚊かいて俺の手に合わん、そら何を言いなはん、男の子がてて親の手に合わんちゅうて一体誰が育てまんねんな、あんたがこしらえた子でしゃないか、まさか人さんの子やおまへんやろ。何をこのわじゃ、人さんの子やおまへんやろ、分かった、近頃あの子せがれわいの言うこと聞かんすぎると思ったら悪い、あれこしらえるとき誰ぞに手倒したな、なんだいいな、連れて行きなあれ、連れて行けん、連れて行きなあれ、連れて行けん、連れてやんなあれと揉めてるとこへ帰ってきましたんが、わんぱくだかりの子せがれ、偉そうにこんなとこへろうそく2本ぶら下げやってね、おかんにゃおとったまだ喧嘩してんのかいな、よう喧嘩する夫婦やな、夫婦喧嘩犬が食わん言うて近所の人笑たはんねん、やめとき言うてんのに、二人が喧嘩したら中に立った柱でわいがつらいが、生意気なこと抜かすなこのわけや、でもやめとき言うてんのに、わいしばらく表で遊んでくるさかいな、お父さんとおかんと仲直りにいっぺん寝るか、やらしやんああいうこと抜かせやろ、ここで行ってあんどこへ、あお父さん羽織着てな、まだ便所行くのんか、どついたるか表
って行ったんでこい。おとたん、どこ行くねん、おとたんは。焼いとせいに行くんじゃ。わいも焼いとせいに行こう。かか、こいつペン焼いとせいとけ、お前。焼いといたら何度うまいもんでも食えるような思うてくれ。焼いとっちゅうのは熱いねんど。当たり前、熱さが効くねん。熱なかったらしびれたんねん。そうなっておとたんもなごないわい。肉たらしな。むかすことがな、肉たらしな。おうて行ったらんでこい。お父さんお前やいとせに行くねん。お前ら悪いとこないやろ。戦気でお前体の調子が悪いさがやいとせに行く。おいも血の道やどつくでしまいにこらって思っていたはんどこい。連れてくれや。お前みたいな悪いやつは連れてけ。お父さん一人で行くんじゃ。ずっと連れてくれや。お前連れてけ。お前もうええわい。もうその代わりこないだの晩のこと迎え行ってみんな言うてきたね。何でも言うてこんかい。言ってきたら向かいのおっさん、おお、とらやんか、こっち上がり、どないしたい、泣きべそかいて、どうしたい。おっさん、おもろい話言うたろか。おっさん今退屈でぼーっとしてんねや。お前の話いつもおもろいねや。おっさん楽しみにしてんねやな。今日はどんな話や。こないだの晩な、ワイトおかんと寝ててんで、ほんだお父っつぁん大掃除に追って帰ってきよったんや。かなんな、また酒飲みながらぐずぐず言いよんのかいなと思ったら、その晩こそこそと寝間入ってきよん。珍しいこともあんな、今夜おとなしい寝よねんな思ってた。しばらくしたらおかんがな、ちょっとあんたどこ触んなんねん、こそばいがない。とらやんが起きてまんが後にしなはれっちゅうねん。これ起こし引っ張って何をすんねん。破れま寒いがな、この人後にしなはれ。ちょっとあの子呼びなはれや。あの子向かいって何を言うや分かれしまいんで。しゃあねっちゃな、ほんまにもう。トラコ帰ってこい、帰ってこい。ほなお父さん連れてくれるか。連れたさか早いこと帰ってこい。おっさんお父さん連れたる言ってさかい、わいもこれで帰るわ。そんな殺生なこと言いない。話はだんだんおもろなってんやん。これからどないなんね思って胸ドキドキさせてんやん。おっさんえなんお前そんなこと言わんと、おっさんな10銭やるさかいな。今の続き言い、続き言い。向かいの親父アホかろわけ。10銭やるさかい続きやって。話し家に何度咲いてるの思ってた。トラコ10銭もうて言わんと帰ってこい。何を言ってない。おとたんお前連れてくれるか。しゃあねえちゃん、まあ今日はおとなしして思ってて。おとたんおもろかったな。おもろいことあるかあんなもん。ええが今日はおとなししてなあかんど。もうおとなししてる。おとったんな、やっぱ表入れたらやっぱ綺麗な姉ちゃんとぐちゃ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 することあるけど、それ家帰っておかんに言うさかい。ちゃんちゃんバラバラなん。あってな、どこ行けばわからんが、何も言うねえないど家帰って。あ、わかってな、わいかってわかってな。もうぼつぼつ物心ついてるじゃん。いろいろさ、もうごちゃごちゃ言わんねえ。もう一言言うとそれやろ。だってあるげ。おとたん何の工程な。ほら始まったやろ。何買うね。あめ工程だ、あめ。よし、売ったはったこうたる。ここに売ったはる。さっき見とく。悪いやっちゃな、これは。じゃあ、まあ。おい、やめや。へえ、おかしい。こんなとこに店出すな。んな。うちゃん、あんた、上店でんが。上店でも、わいが子供連れてんの見かけた店畳め、この間。やめや。ええ、ここにあるこの一つ一銭なめ一つなんべ。何でます。一つ一銭なめ一つなんべ、ちゅね。へえ、そう。一つ一銭ですさかい。五円、何を言うてんの。ここにあるラーメン屋め、まにこんな飴がうまいのかよ。やがましや、今こうたら立って。いや、ぬかくな。こんな小銭がある連れてこらんねえかったんは、あるやっちゃな、ほんまにも。この青いのするか。青いのは歯にひっついて食いにくい。ほうか。この赤いので、赤いの甘すぎる。どないしょ言ってんの。白いのせい、柔らかい、どつくでしまう。あの子の大将何をしてないの。指舐めて飴掴んだ、売れようなりまんがな。汚いこと抜かすな、あんたが汚い。いやいや言うなバカ。お前がごちゃごちゃ言うさかい、おとっつ飴屋のおっさんに舐められてんねやな。よし、この黒いのしとけ。あんせい掘り込んだろ。いや手で持ったら着物汚すが反省って。そんで口中振り込んで、口中でロレ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 噛み上がったらどつきますぞ。あれじゃあ雨じゃん、ちょっとぐらい噛まないうまいことあるやん。黙って歩け。
雨食いながら喋って汁こぼして着物汚して家帰っておかんに怒られんねん。またお前どつかれてんのそばで見てんのお父さんつらい。なんて歩け。何雨食いながら喋っても汁こぼしようなそんな素人とちゃうわよ。雨食いながら歌でも歌うわよな。それすだやややややややすだやや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 やかがじばかお父さん雨こうてえな今こうだったやろお父さんバーンと届いた用紙に落としたわいうかうかどつきもでけへんねこの悪いやっちゃなあんまにもどこ落としたやなあれへんがな喉の穴くてもたやないか早く歩けあたたんおもろいな何もおもろいあたたんあのみたらしの団子こうてえな忙しいなこのわけは歌ったこうたるここに歌あるなんてお前の先においみたらしやええよこしやすいや子供連れて行っておじょこいとんじゃそこにある一番小さいのやってちっちゃいなもんやわ沖縄こうてくれや沖縄こら店の看板やさかおっちゃん売りあれんいい大将看板こっちになってはね大きなお医者っせアホかどっち見て商売しとんのお前はこんなもん看板か看板でないか見たら分かるやないかお前相手は子供やないか、うちは大体お子たちが商売相手でおわしてあ肉たらしやっちゃうなこのわけおっちゃん嘘ついたはんねんあの大きな看板やでまだ言うてなんのかいボンボンちょっとこっちおいなあれ、最前ボンボンぐらいの子を着てこの大きなん買うてもらはったんで大きなお医者っせなまたよだれ出ますってバーってなんでね小さいのうまいこと思えへんね大きなん買うてもらいなあれ買うてくれなんだらそこに水たまりがわしちゃるそこで寝る言うてこってもらえないって寝てみなあれあほらすら悪いやっちゃなこのわけお前らそんなことばっかり言うて子供直して商売してんねやろ、やかまし待っとる今こうたっさかいやいや言うなほんでこのみたらしちゃなこないボトボトに蜜つけないお前は着物を汚しよるやないか嫌いなつけあきにしといたら二三本近所の子供に見上げてなもんやそれが商売や勉強せえお前らどれほどけつかねえかすなんじゃこらうまいこともなんともないくずかなんとでこしらえたんやろこんなもんほんでお前とこいっぺん言うたろ思たんけどな食いもん商売もっと小切れにしたとやほこりだらけやないかここら巡査が見たら怒られんだよ衛生に悪いしてヒゲボーバー生やしあっていっぺんヒゲ剃るよお前はほこりがたまったのがさあ食えこんなんいらんわいこんなもん大きなんこうだったやろ見たらしゅうた蜜の味で食べんのこんな白いボンボンのサンバッカいらんわいやっちゃなこっち貸せ見たらしちゃ、この壺に何が入ったんねんこれはあの蜜でんねんがいっぺんつけさせよ女青の大将何すんねんさあ食えおっさんお父さんかに立てやじゃあこれワイのワイワイワイのお父さんうまいこと言うわ食い物商売小切れにせなあかんおっさんとはほこりいっぱい溜まったはんなおっさん巡査来た怒りゃんで衛生に悪い言うておっさんひげぼうば入っていっぺんひげ剃りゃおっさんはワイもつけたら青のしな親子で蜜舐めやがんねん。アステンジンの仲間でございます。